どうもみなさん、日本語で実況プレイをしているアメリカ人コーテツスティールです。今回 Locked Fears っていうホラーゲームをやっていきましょう。これはですね、なんか残業ホラーと呼びましょうかな。自分は何かの社員で、他の社員たちはもう帰ったのですが、自分は何かの理由でこの職場に残らなければいけないことになっていますが、いきなり変なこと、怖いことが起こってしまいますね。ではやりましょう。何か打っていますね。あ、これが俺のコンピューターで、お、メールが、話がある。あれ？喋れない。あー、おい、これ読む、え？なんだ？なんかこれを読もうとしたんだけど、これが、ぶっ飛ばされたね。そして、携帯が鳴ってる。早くオフィスから出て。今すぐ。これは、中国か。もう始まっちゃうの？やばい。マジで。あまり見えないな。ちょっと、暗いね。こうやって出る。あ、出れない。どうやって？暗号、コードを覚えてなければ、お手洗いで隠れればいい。時間がない。早く。わかった。じゃあ、これ女の子のないんだけど、これ女性の、まあ、いいや。とりあえず。大丈夫？何の音？なんか光が。もう大丈夫？もう安全なはずだ。なんか動いてるね。このゲームでダメージ受けるの？ちょっと待って。なんか、ありましたね。もう安全なはずで、一時的にね。でも、油断するなね。じゃあ、とりあえず、こっから出るのは、優先だね。そうするにはわからないんだけど。さっきの何かがね、また現れたら、この人、名前知らない、またが教えてくれる。そうだね。じゃあ、どうすれば？この暗号知らないんだね。誰か知ってる？誰かっていうか、誰も。またいたよ。超いたよ。これが開いてるから。あ、邪魔。なんだ？何かの幽霊？ポルターガイストかな？なんか、パスワード、書いてる。よし。ドアのキーコードは、122。なるほど。これだけ？行方不明になった人？なんで？おい。また何かの、変な音が。とりあえず出よう。1、2、2、OK。じゃあ出よう。
あ、あー、ローカーだった。暗いね。入りたく、行きたくない。なんかフラッシュライトとかはない？これエレベーターだね。いや、もしかして残念ながらエレベーター、あ、壊れてるんだね。まあ、とりあえず先の何かがもう行っちゃったようだ。他の出る方法を探そうって。なるほど。いらないな。じゃあ、このドア開けてみようかな。全然できない。マジ？ダメだ。これもダメだね。あ、これは？これは、あ、別の形だと、だったから、違うかなと思ったんだけど。それは行き止まりで。あ、じゃあ、これでね、何か、あ、なんだ？今、持ってる携帯は俺の友達の携帯で、なんか、手伝ってくれた、あ、くれるはずだったけど、行方不明になったから心配になってる。心配してる。そちらも別にいい状況じゃないので、手伝ってあげられるの。はい。あ、え、なんか、まだ終わってなかったんだけど。あ、なんか光ってるね。それなんだろう。お、あ、メッドキット。ファーストエイド。ちょっと待って。とにかく、このメッセージは、ほら、出れるように、手伝いが必要で、そして、まあ、お互いに、頑張りましょう、みたいな。そして、マイクのターミナル、なんか、見つかるかもって。890Z、4だね。それはパスワードかな。てかこれ、何もできない。アイテム。あ、俺の HP が。あ、これ、これ、なんだ？ブー！なんで？ま、いや、これも欲しいんだけど。え。オピックス、なんだ？これ欲しい。光ってたのに？おい！あ、これか。おい！お！できた。あ、これか。よし。じゃあ、これ使おう。よし。大丈夫だね。じゃあ、マイクのターミナル。行きましょう。マイクのターミナル、あ、それはマイクの？これはマイクのかな？なんで、パスワードいらない？明日早く来るそうだから、君の棚の上に何か、置いておいた。あー、なんか、何かの、ロマンチックな関係あったのかな？サム？違う。これがマネジメント。目上の人がこんなメールを。そして、マーサへ。ファイルをダウンロードしたんだけど、あるフォーマットで、データ取れなかったみたい。なるほど。棚の上？あ、これかな？よし、何かのキーカードね。でもその前に、なんか聞こえる。あ、これがマイクやん。8、9、0。
Z44。セキュリティの担当者は誰なのかわからないんだけど、超バラバラだ。なんかいろんなルールがあってね、例えば入り口で自分の携帯を置かなければいけないとか、なんか嫌な感がしてる、マイクが。あ、なんだこれ。なんかのエラーだね。渡されたメモリーカードをスキャンしたんだけど、もう使ったから振り向くことはない。リスクは大変すぎだから、続けられない。俺はなんでこんなことに納得したかわからないんだけど、もう嫌だ。興味あったら、そのメモリーカードは、袋に入って、水のタンク、お手洗いでの水のタンクに入ってる。なんだろう。ああ、マイクが行方不明になったみたい。ああ、長い間、時間じゃない。ちょっと、出てないんだけど。よし。なんか最近、通ってない。じゃあ。ああ、いや、それマイクだから、これかな？マイクだから男性の方だね。男子トイレ。またこれかな？なんでぶっ壊すの？なんで割れるの？なんか、二つ目のウォータータンクに入ってるって書いてましたが、全然入ってないな。いや、なんで壊すの？おかしいよ。普通、その蓋を、なんか、蓋で開けるんじゃない？この前に、これじゃない。あ、なんかある。これかな？そうだね。なんかのメモリーカードだったね。フラッシュドライブかな？マイクの？これか。これは俺のだったっけ？あ、そうだね。あ、てか。先の。ああ、ブー。なんでそんなに早く？マイクのデータ。このターミナルにインストールしてくれませんか？え？なんでマイクのダラがこっちにインストール必要あるの？ああ、そうしたら、そのセキュリティドア開いてくれる。なんでそんなことできるの？これは？あ、ライト。じゃあ、あ、でも、パスワード、知らない。ああ、でも、これを使ったら。おお、入れた。様相以外の事情で、なんか、これがファイルの名前かな。ファイルが、なくなっちゃった。失っちゃったかな。これが浮気。マーサとの浮気。なるほど、さっきの話になる。ああ、さっきだね。ああ、このグレゴリー・ウェストが、その、なんかナンパ、あ、違う。ナンパメールをしたね。また？
逃げよう。これかな。あ、開いてる。あ、それじゃないね。あ、やっぱり。なんで。とにかく、今日ここまでしときますね。見ていただいてありがとうございました。では次へ。